始まりました。岡田紗理央です。新森穂です。イカちゃんです。サイクルガールです。チュレンチュレンとやってまいりました。はい、お願いします、はい、というわけで今回はどうしますか。次からはですね、はい、まあ上り坂登るにあたってですね、ギアを変えないとうまく漕げないので。確かに、はい、ギアの使い方を皆さんに、はい、覚えてもらおうかなっていう。お願いします。お願いします。はい、勉強していきたいなと思います。うん、はい、まあ、ママチャリとかと同じなんですけど、一番重くすると、よいしょ、まあ、こっちの内側に入ってって、これが軽くすると、おお、まあ、これは物理になっちゃうんで、なかなか、よいしょ、まあこんな感じで変わってきます。軽いギアだったら、まあ走るのに困りはしないんですけど、まあ、加速はするんですけど、一番重いギアで例えばここを走ってみようって、出発してみようってすると、はい、まあ出発しないんですよ。あ、重すぎて、一回試しにやってみましょうか。走り始めが、はい、一番重いギアに、このレバーでいうところの人差し指の方を、これを、はい、人差し指の方押す、押す、あ、人差し指じゃないですね。この塩だと親指の奥の方ですね。奥の方。奥。あ、あった。奥のレバーを重くして、で、次ギア回すと、ロケット一番重くなります。これ重い状態ですね、今。ここ、出発してみましょうか。はい。はい。え、重いん。うわー、きつい。え、待って。これ、進まない。ちょっと待って。待って、本当に進まない。本当に重い。そうなんですよ。重いギアだとこれ進まないんですよ。で、次は上げて、でこれを一番軽くします。はい、お、すごい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 。でも軽いもん、そんなもんだ。軽い、めっちゃ軽い、ほんとなんか、ちょっと待って、軽すぎ軽すぎ雲の上走ってるみたい逆に軽すぎる。あー、すごい軽すぎ、あ、軽すぎて進まない手前に行かない。一回こいだもん。足がスン、めっちゃふわふわしてる、本当に足がスンスンスンって行きますわ、軽すぎて。スンスンスン。適正なギアっていうのは、まあ、だいたい真ん中ら辺にあります。そのフラットで、気持ちよく進むのは、だいたい真ん中のギア、まあ、10段あったらだいたい5段ぐらい、上り坂になったらギアを軽くしてあげない、先に上りだと軽く、まあ下りだったら、まあ、重くした方が、まあ、より進む、まあ、とぐるぐる回りながら、はい、適正なギアっていう、前ギアね、前ギアを、前ギア、はい、探してみましょう。はい、じゃあまたちょっと時計回りにぐるぐる回ってみようか。はい、まあ、いろいろ変えながら。わかる、これ軽すぎて怖いよね。まあ、今一番軽いんで重くしかならないんで。あ、でもなんか一番軽いのから、あ、今、あ、ちょうどいいかも。なるほどね、前ギア見つけたかも。前ギア、前ギア、これかな、これがいいかもしれない。あー、ガタガタ、これかな。何個押したか分かんなくなっちゃった、先生。メーカーさんによってはここにメーターがついてて、今何段に入ってますっていうのが分かったりしますけど、まあこれはついてないです。ついてない感覚です、はい、なるほど。適正のやつを選ばない、例えばああいう急斜面とか、はい、登っていくときはかなりギアを軽くしないと登っていけないので。なるほど、はい、登りに挑戦してみます。なんか怖い、はい、登りたいよね。まあ、でももう多分今ギアできたんで行けます。はい、イエーイ、イエーイ。じゃあ僕先に見てるんで、はい、あ、まだ出てですか、はい、いってらっしゃーい。結構坂じゃない。結構登ってる、うん、あ、すごい、あ、今絶対軽いね、今軽い軽い、足めっちゃ動いてる。でもさ、結構、結構登ってない、だって進んでないもんね。確かに坂だから、ゆっくり行ってくれてんのかな。あ、そこまでね、え、あ、そこまでか、あ、行けそうじゃない、行けそうじゃない、あそこまでだったら。え、じゃあ行っていいんですか今。軽くした方がいいってことか。ちょっと怖いな。せーの、頑張れ頑張れ。え、みんなで一緒でしょ。うん、
そこが怖いもん、イカ。よいしょ。あ、これいける。軽い方が全、うん、軽いからいける全然。あ、いけるいける。イカいける。どうしよう、いける。あ、いけた。あれ、混んでる。パワーがありすぎて、ありすぎて。ありがとうございます。いけます。いけました。よいしょ。やったー。クリア。オッケーですね。じゃあもうちょっと上まで行ってみましょうか。はーい。よいしょ。よいしょ。あ、よいしょ。意外といける。うわー、怖い。うわー、怖い。危ない。混んでる。あ、ちょっと。ここやばい。これやばいです。止まらない方がいいやつ。え、確かにここ怖っ。いや、コーナーの手前って意外と急になってるんで、ギア軽くした方が。うん、私今マックス軽い、多分。ちょっと降りますね。はい、初めてにして上出来ですか。もう完璧だと思います。これはいける。やった、手応えあり。イエーイ。ただ疲れた。疲れはする。あ、イカちゃんの叫び声すごい届いてたよ。疲れはするのよ。まあ、上りは下りと違って、はい、力使うんで、はい、パワーが逆にいい運動にもなりますから、ね、確かに。はいはい、ということで今日ギアの調整をしてですね、はい、まあ、上り坂挑戦してみたんですけど、どうでしたかね。いや、結構なんか、スイスイ行けましたね。スイスイ行けた。ギアってすごいですね。はい、もう初めてにしてはね、もうギアの操作を皆さんなんか手慣れてる感じがあったんで、本当ですか、はい、ですか。まあ、これで上り坂登れるようになれば、まあ、ABC のコースみたいに、はい、上り坂あってもまあ大丈夫になってくるので、あとは上りと下りをこうぐちゃぐちゃ混ざってるところでしっかりできるかどうか。パニックになりそう、はい、うん。はい、それでは皆さん今日はここまでです。チャンネル登録と、高評価コメントの方もお願いします。お願いします。以上、サイクルガールでした。あるこあるこここここけっこー。バイバーイ。寂しいんだよな、最後いつも